こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、パイステ2002の16インチクラッシュのご紹介です。白井ミュージックは愛知県豊橋市にあるんですけれども、やはり地方でシンバルの音を聞いてで購入するというのはとても難しかったんですね。で、今こうやってシンバル動画というのをやって、愛知県豊橋市にいてもいろんなシンバルをね、お客さんが触れるようになりました。同じようにですね、こういうふうにですね、お客様、地方のお客様もこうビデオを通してこの音を聞いて、でこの音のシンバルを変えるね、個体差気にせず変えるということでですね、シンバル動画販売というのをやっています。もしこの音ですね、気に入っていただいたらですね、こちらのインフォメーションボタンですね、丸Iというボタン、押していただきますと、このシンバルが買えるページに行けますので、ぜひぜひ気に入ったら、ご購入の方お願いします。では音の方聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ショートディケイというか、音がやっぱりですね、18インチと比べると、短いね、なのでですね、こうなんか、バンドの中ででも、例えばまあ A メロからちょっと B メロへ行くところのアクセントのクラッシュ的に使えたりとかですね、フィルインの中にちょっと絡めるクラッシュとして、手軽に手が届く16インチ、な感じがします。なかなかね、やっぱりなんていうのかな、ディーンっていう高域が気持ちよく突き抜けていくっていうのが2002のイメージの方が多いと思います。やっぱりね、同じ材質を使っていても、なんかハンマリングの、ね、強さですごいこれがタイトになったりとかですね、するので、2慣れてる人はですね、やっぱり PST とかだとうーんってなる方多いですね。なのでですね、まあこういうB8 ブロンズですねの、結構最高傑作に近いものだと思うんですけれども、2、使ったことない方はですね、世界的に考えればやっぱりジルジャンとパイスだと思うんですね。日本だとジルジャンとセイビアンみたいな構図があると思うんですけれども、まあ、世界的に考えても基本的にはその2つっていうのが、主力の大きなメーカーだと思うんですけれども、そのパイステのシンバルね、なかなかやっぱり日本ですと、まあ、地方だと届かないというところがあって、ぜひぜひですね、これは体験して、行ってほしいなと思います。では今回ご紹介したのはパイステ2002の16インチクラッシュのご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。